ねずっともみちゃんです。今日は1年間で一番混んでるハロウィンユニバのアトラクションを全制覇します、イエーイってことで、で今日もね10月の14日に来てるんですけども、10月の12日と13日と14日はですね3連休なんですよね。でこの10月の3連休は1年間だけでもねトップで混むね3連休になってるんですよ。で今日はですねそんな日にねアトラクションね全部ね乗っていきます。でこのハロウィンシーズンはですね通常のアトラクションを含めてホラーナイトアトラクションによって期間限定のアトラクションもあるんですよ。で今回ですねホラーナイトアトラクションも行くから、まあ、キッズ向けアトラクション以外のアトラクションをね全部ね乗ってきます。で果たして全制覇できたかどうか、全制覇できたなら何分かかったかもねお届けします。でこのエンディングね後取りですじゃあ今からねタイムスリップします。じゃあタイムスリップ、はい、じゃあねタイムスリップしました。で今ね、まあ、5時26分にねユニバーサルシティ駅着いてさ、今からさ並ぼうと思ってんだけどさ、まだねこのねユニバのメインゲート開いてないねんけどさ、もうさ5時半の時点でさ行列できてんで、え半端な、えだってスシローのとこまでもう列できてんもん、えくいなほんまに。いや今日全制覇できるかなこれ。いやちょっとさ5時半に来てこれってえぐいで、なんか5時45分にねこのユニバのメインゲート開けましたわこんなに早く開くねんな、えぐで、ようやくねここのねメインゲート入れる、やっと案内されたわ。あこれさこの時間帯に来たのにさ入場待ちですさ、前から何番目やろ。はい、じゃあね無事ね朝のね入場待ちでさ並ぶことができたけどさ、朝のね5時半に来て前からもう3列目ってえぐ。けどさ今年のね10月からねユニバからねアーリーバークイーンがなくなったんですよ。だからそういう意味でもねある意味ね、まあ、この時間帯来たらもうほぼ一番乗りできるからいいのかなで一番ね最初にね行くアトラクションですね、もちろんね鬼滅の刃 XR ラインのね行ってきます。っていうのもねやっぱこの鬼滅がね結局ね一番ね混んでるんですよ。で朝一はですねユニバのどのアトラクションもね結構すく傾向があるんですけども、やっぱりねこのねハロウィン期間はね鬼滅ね行くけどさ、まあ、鬼滅乗る前にですね、まあ、鬼滅どっか荷物を預けるんですよ。でその際に、ね、100円玉をね入れるんですけども、まあ、この100円はね後で帰ってくるタイプのロッカーなんですけども、まあ、鬼滅乗る前にね事前にねこの100円玉ね用意してたらねスムーズにね鬼滅ね並ぶことができるんでね、ぜひね皆さんね用意しててください。で今日はね7時15分にねオープンしました。相変わらずめっちゃ早いオープン。1時15分にオープンして1時15分に入りましたてかもう15分で入れたんで、今から鬼滅で向かいますわ。マジさ今さアーリーパーキーないからさ、もう今日こそほんま一番乗りだよね。で俺ささっきさ、まあ隣の人にねちょっとカバン見ておいてくださいってねあのお願いしてあのお手洗い行ってきたんすよ。でその時にね入場待ち列ふっと見たけどさ、マジでユニバのメインゲートをほぼ超えるぐらいの待ち列になってたよね。だからほんまにもう今一番混んでる今年の中でも。で早速ね鬼滅ねやってきました。じゃあもうねもう最速で並んでくるわ。よしで早速今から並ぶけどさ、現在15分待ち神。普段さやっぱアーリーパーティーにあったからこそさ、もうアーリーパーティーに入ったゲストがねこの鬼滅行く傾向あったんですよ。だからね、まあ、通常待ち列で並んだ時さ、まあ、朝一来てもね30分以上とか並んだよね。けど今アーリーパーティーがなくなった影響でね、この鬼滅 XR ライトの待ち時間もねもう最短になってるわほんまに。えすごい、もう一瞬でさこの鬼滅のライトの説明のね部屋に入れる。え、ほんまにこれ最速やわ。じゃあもうね、説明の部屋行けるわ。じゃあね、鬼滅ライドね、行ってきます。はい、じゃあね、鬼滅ね、乗れました。いや、マジでさ、めっちゃ早く乗れた。いや、マジでアーリーパークインなくなった影響でさ、このアーリーパークインの朝一アトラクション並び勢がね、いなくなったからさ、マジ最短で乗れた。ほんまに
しかもね、めっちゃ楽しかった。久々いいね、鬼滅のタワー。それこそ最近さ、もう待ち時間さ、もう200分待ちとかも超える時あったからさ、あんま乗らんかったけどさ、やっぱ鬼滅おもろいな。いや、最高の朝市だったわ。で、次はですね、ハリドリバックドロップ行ってきます。というのもですね、このハリドリバックドロップなんですけども、やっぱハロウィン期間中はですね、やっぱ学生ゲスト、若者ゲストがどっと増える傾向あるんですよ。で、そういうね、若者ゲストに人気のね、ハリドリバックドロップは超ね、混む傾向あるんですよね。けどまだ朝のタイミングはですね、まだ待ち時間が短いからね、このタイミング狙いますわ。いや、マジ、ほんまに、もう鬼滅ハリドリバックドロップは、マジ、朝一行かんかったら、めちゃくちゃ長時間並びます。やってきました、ハリドリバックドロップ。ハリドリが30分待ちで、バックドロップが40分待ち。まだ待ちやね、今たちは。めっちゃ噛んじゃった。バックドロップです。で、ハリドリバックドロップ、どっち先に乗るか問題なんですけども、まあ、このオムニ TV ではね、一生ね、言ってるんですけども、先にね、バックドロップ乗るのがいいんですよ。というのもですね、このバックドロップとハリドリでは、運行数が違うんですよね。でそれこそ、まあ、ハリドリが3、バックドロップは1の回数で行くんですよ。だから、同じ待ち列でも、バックドロップの方がね、待ち時間が長くなる傾向あるんですよ。だから、基本的には、バックドロップの方が、ハリドリよりね、待ち時間が長いんですよね。だからほぼ同じような待ち時間からね、さっきね、バックドロップで、ね、乗っちゃうのがね、おすすめです。もうそれこそさ、俺昔見たことあるのがさ、バックドロップが200分待ちで、ハリドリが110分待ちとかもあったんね。そのぐらいね、差が出ることもあります。けどさすが人気のね、バックドロップ、もうね、朝の時間帯からもう待ち列結構パンパンやわ。で、このね、乗車券ね、もらいました。でもね、バックドロップはね、これもらってもね、まだまだ並ぶんよね。で、バックドロップもね、もう乗れるわ。いやー、これも久々のバックドロップやわ。多分まあ、1ヶ月ぶりぐらいちゃうかな。じゃあね、楽しんできます。はい、じゃあね、バックドロップ乗ってきました。で、今回聴いた曲はですね、タタタタタタ、マミマミちゃん、聴いてきました。いや、毎回その替え歌なんやねんって感じだけどさ。で、次やるしね、もうね、続けてハリドリね、行ってきますわ。で、現在ね、ハリドリが65分待ちで、バックドロップが80分待ちですわ。けど、待ち列やけどさ、このハリドリの入り口を越える待ち列になってるって。いや、ここまで並んでんの俺初めてちゃうかな。あと、ちょっと言い忘れだけどさ、このね、ハロウィン期間中はですね、このね、どのアトラクションを並んでる時もね、してほしいことがあるんですよ。それがですね、まず1個目がスーパーニンテンドーワールドのエリア入場整理券情報チェックなんですよね。で、ニンテンドーワールドの整理券はですね、ユニバの公式アプリからね、チェックすることができるんですけども、マジでこのハロウィン期間中はもう混みすぎて、もうそれこそ早かったらね、もう9時頃にはですね、整理券配布終了になってたりするんですよ。だから朝一ね、どのアトラクション並んでる時もね、常にね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場整理券情報はですね、ユニバの公式アプリでね、チェックしててください。で、次にしてほしいことはですね、このハロウィン期間中はですね、バイオハザードナイトオブヒーローズっていうね、ホラーナイトアトラクションがあるんですよ。で、これもね、ユニバの公式アプリでアトラクション整理券を取得しないとね、体験できないんですけども、ぜひね、ハロウィン期間中に来る方はですね、もう常にね、ユニバの公式アプリでバイオハザードのアトラクションの整理券情報をね、チェックしてください。で、これですね、まず9月の時はですね、結構余裕で手に入れることができたんですけども、やっぱ10月入ってからやっぱパーク混んでるからね、このバイオのね、アトラクション整理券もね、すぐなくなるんですよね。これもね、もう早くね、手に入れてください。で、さすがのハリドリ、もう待ち列もパンパンやで。けどね、このハリドリバックドロップはですね、めちゃくちゃ混んでる時はですね、ユニバーサルワンダーランドにある、まあ、今はね、休止中のね、セサミのビッグドライブのね、待ち列までね、並ぶんすよ。今はね、そこまで並んでないって感じかな。で、今ね、まあ、9時に過ぎたんやけどさ、ちょっと日が出てきた。ちょっと日向の待ち列暑くなってきてんな、今から。うわー、まあでもね、夏みたいに汗だらだらだけじゃないから全然マシだけど、まあいけるかな。で、ようやくさ、この階段の待ち列まで来れたら、わ、ここまで来たらもうあとちょいやで。じゃあね、ハリドリね、やってきました。じゃあ今からね、乗ってきます。これも久々やわ。はい、じゃあね、ハリドリね、乗ってきました。で、今回聞いた曲もですね、
時さ何行こうかなと思ったけどさ、まあ、ほんまはですねこのままダイナソー行こうかなと思ったけどさ、今の時点でダイナソーさ95分待ちだよね。で正直言ったら今の時間帯で95分待ちやったら、まあ、今行ってもね、まあ、この後ね任天堂ワールドのねエリア入場整理券だったからね、まあ、任天堂終わった後に行ってもね待ち時間そんな変わんないと思うんですよね。で次ね、まあ、コナン行ってきますわ。というのもですね、まあ、コナンのアトラクションって今日さ9時25分から開始なんやけどさ、このコナンのアトラクションさめちゃくちゃさ待つんよ。というのもフライングダイナソーってさ手荷物ロッカーと金属探知機が追加されたことによって結構回転率がいいから表示されてる待ち時間で早く行けるんですよね。けどこのコナンってもう過去にも何回か並んでるけどさほんまに並ぶんすよ、うん、これこそさ表示待ち時間より長くね並ぶこともあるんですよね。だからコナンが9時25分からスタートしたということで、まあ、このコナンが始まったタイミング狙ってちょっと行きますわ。まだこの時間だからまだわりかしね短い待ち時間で体験できるかなと思います。それでも並ぶかな、どうなんかな、怖いな。でコナンやってきました。いやーこれどうかな。お、よし次の章か。9時55分って、ね、表示されてるわ。コナンのねアトラクションの待ち時間の表示なんですけども、まあ、先ほどみたいに何時から開催されますよって書いてる時はですね最短待ち時間ってことなんですね。でコナンってさマジ体験時間がだいたい30分ぐらいから最低待ち時間が30分なんですよね。だから今はですねもう最低待ち時間の30分待ちで体験できるということなんですよ。でこれさ30分超えたら普通にですね何分待ちですよってね表示されるんですよね。だからもうこのタイミング来て大正解。でほんまにさもうコナン人気ありすぎてさそれこそさもう100分待ちとかね表示されることもあるんですよ。もうそれになったらほんまに並んでもう100分待ち以上ね並ぶこともあるんですよね。うん、いやほんまに我ながらいい選択したわ。もう我ながらあっぱれやわ。最近さコナンさ行けてなかったけどさこの待ち列でさあのコナンのアニメでよく流れてるさ BGM 流れてるよね。いやこれ聞くだけでもいいよね。で今ね結構すくすく進んでるね。これもうすぐで館内入れるんちゃうかな。でちょっとやべえわこれ。コナンの新しい人は今ね60分待ちっていう。いやマジで最短待ち時間の時に行けてよかったわ。ギリギリ明らかにさっきよりね人がどん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 入ってきてるもん。マジよかった。おーこれはちょっとねノンストップのパターンやな。すぐにねこのねその子が出てくるね部屋入れるわ。けどまあこれめっちゃ久々やからめっちゃ楽しみ。いやほんまに久々やで、ね、夏に行ったきりじゃないからめっちゃ楽しみやな。じゃあ今からね行ってきます。はい、じゃあねコナンね行ってきました。いや結構久々にコナン行ったけどやっぱこれ面白かったな。でコナンやけどねもう基本的にはですねもう始まってから終わりまでずっとね長い待ち時間推移するんですよ。だからいつの時間帯とかが空いてるよって特にないですけども、まあ、コナンってさ日によって開催時間で答えるんですよね。で今日なんですけども9時25分からスタートやったんですけども、まあ、基本的にコナンですねこの開催時間当てるんですね。まだね短い待ち時間で体験できるんですよね。だからコナンね短い待ち時間で体験したい方はですね、まあ、ユニバの公式ホームページから開催時間を調べてその時間帯付近に、ね、行くのがねいいですわ。ほんまに大成功作戦が。次ねどうしようかなと思ったんですけども今ねフライングダイナソーがですね85分待ちらしいですよね。でこのダイナソーに関してもですね、まあ、基本的にですね、まあ、朝一以外のタイミングだったらですねもう長い待ち時間推移するんですよね。で、まあ、今ねマリオカートがですねちょうどね150分待ちなんですよ。けどマリオカートってさこの午前中がね特にね待ち時間が長くなる傾向があって、まあ、昼間の時間帯だからまあ12時過ぎたらあたりからですねちょっと待ち時間がね低くなるんですよね。でマリオカートはそこら辺に行きたいなと思ったから、まあ、ちょうど、まあ、ダイナソー85分待ちやったら、まあ、1時間で乗れるかなって感じがするからね、まあ、ダイナソーね行ってきますわ。でやってきましたよジラパエリア。いや今日もめちゃくちゃ賑わってんね。で1時間見たらダイナソーね85分待ちでしたわ。まあ並ぶね普通に。でダイナソーやけどささっきも言ったけどね
急速ターンチェックとキルムスロッカーが追加したことによってめっちゃ回転が強くなったんですよ。だからおそらくね、この85分より早く乗れるとね願いますけどさすがね、人気のダイナソー、もう街列もびっしり並んでるわ。でもね、これでも回転率が良くなってるからね、結構進みは速くなってる方なんですよね。そういえばさ、ジュラパエリアで行ったらね、今ね、ジュラシックパークザライドが2025年の初頭まで運休ですってことさ、最近さ、ジュラパライドでも熱動きあってさ、それこそあのジュラパライドの滝あるじゃないですか、あれもね、復活してたし、もうジュラパライド自体ね、もう試運転の時もバリバリしてるんよ。だから俺的にはもう復活してもいいかなと思うけどさ、まだまだかかるのかな、どうなんかなけど俺ジュラパライドね、復活したら気になるのがね、やっぱジュラパライドね、どこからリニューアルしたかがすごい気になるよね。まあ、それこそそのまま帰ってくるのか、ちょっとリニューアルしたか、そこら辺もまだちょっと気になるよね。いやー、今年の夏さ、ジュラパライドなかったからな、水浴びできるやったからずっと暑かったからな、ほんまに。でもうすっかりね、11時になりました。もうユニブオープンしてもう大体もう4時間ぐらい経つんかな。けどまだまだね、鬼滅とハリドリ、バックドロップ、コナンしか行けてない状態ですね。まあそれプラスダイナソー行けたらまあまあ上出来じゃないかな。もう正直言ってこれだけ乗れたらもう家帰っていいレベルやで。それは甘えすぎか。いや、それにしてもダイナソーの街列暑いわ。ほぼダイナソーって屋根ないからな。まあ夏じゃないからいいけどね、行くとしたら。で、ようやくね、この屋根の下に行けたけど、もうすぐでロッカー行けるね。で、無事ね、このね、ロッカーの、まあ、鍵、QR コードをもらったんで、もう少しで行けるよね。いやー、マジでここね、回転率ほんまに良くなったよな。どんなスムーズに行けるかなぐらいのレベルです。はい、じゃあね、ダイナソーね、乗ってきました。で、ダイナソーに関したら、俺、確か、もうこのハロウィンシーズンで1回行ったことはあるよね。で、前にね、ダイナソー行ってきたけど、やっぱこれ何回乗っても楽しいな。で、ダイナソーもですね、やっぱ予想通りね、表示されてる待ち時間よりね、早くね、乗ることができました。で、もうね、12時しかついてるんやけどね、まあ、今から、まあ、任天堂ワールドに入ることができるから、まあ、今から入場するんやけどね、まあ、このね、任天堂ワールド関係のアトラクション、特にマリオカートですね、結構ね、ファミリー層に人気のね、アトラクションの一つでもあるんですよね。で、そういったファミリー層ですね、ちょっとお昼ご飯の時間帯ですね、ご飯に食べに行くから、このね、12時台とかですね、結構ね、マリオカートね、ちょっぴりすっげえのがあるんですよ。で、さっきまでマリオカートさ、150分待ちとかもあったよね。果たして今、何分待ちでやってるか、俺の作戦がうまくいけるかどうか楽しみ。お、で、今日は滝出てるわ。いや、早くジュラパライド乗りてえわ。で、今日もね、いつも通りね、マリオの世界行ってきます。いや、ここずっとね、このマリオエリアがあるから人の行きがあんねんね。で、無事ね、マリオの世界に入りました。で、俺さっき気づいたけどさ、11時半にはね、もう整理券配布終了だって抽選券になってるんですよ。半端なくない？まあ、早めに行ってよかったな、とりあえず。あー、ここもすごいな。ハロウィンになってからもう整理券なくなることも多くなってるわ。で、やってきたで、超いい天気のマリオの世界。で、マリオカートの待ち時間やけど、110分待ちなってるわ。まあそれでも長いねんけどさ、まあ、さっきの150分待ちだけに比べたらまだマシな方やわ。やっぱこの時間帯ちょっと待ち時間減るね。で、俺さ、さっき任天堂入る前待ち時間見たらね、100分待ちやったよね。だからまあちょっと惜しかったねそういう意味では。無事マリオカート入れた。いや、こんなかスー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 スやからもう最高やわ。いや、けどさ、今んところさ、ユニバのもう超大型アタラクションのハリドリバックドロップダイナソー受けててさ、あと鬼滅の刃エクサライドとコナン受けてるからさ、もう結構さ、攻略できてないあとここのね、マリオの札つけて、まあ、あとはね、まあ、ミニオンとハリーポッターがね、ちょっと厄介やけどさ、でもまあ全然ね、調子いいよ。けどね、さすが人気のマリオカート、もうクッパ場内の人でいっぱいやわ。こんだけ人でいっぱいやったらもうクッパさんも怒るやろ。うん、
いやけどさ、いまだにさ、まあ、ドンキーコングカントリー開いてないからさ、まあ、どういうこともできんけどさ、いやマジでドンキー開いたらまだ回り方とかも変わんのかな。いやそれこそね、ドンキーコングのクレイジートロッコとかもできるじゃないですか。いや待って、新しい人の人生も大変になるような、そうなったら。でもうね、大体12時半ぐらいになったけどさ、まだまだね、クッパ場内。え、正直言ったらさ、さっき来た部屋から出れてないもん。え、やばい。で、やっとさ、一番最初に入った部屋に出て、クッパの書斎の部屋行けるで。こんなかかんねえんな、ほんまに。マジすげえな。あ、けど今気づいたけどさ、この書斎の部屋の、あれのマップがマリオカートのマップになってるんや。いや俺毎回思うけどさ、まあ、ハリー・ポッターエリアのホグワーツキャッスルオークってあるんですよ。でそれさ、ホグワーツ城をね巡るツアーがあるんですけども、このクッパ城キャッスルオークとかもないんかな。これなかなかね、何回も聞いてるけどさ、新しい発見ね来るたびにあるんよ。ほんまにマリオの帽子ねもらいました。でもここからでもね、まだマリオカートの説明があって、あとでもまだ並ぶんよね。だからまだまだゴールじゃないっていう。やっとこの説明の部屋も終わりましたわ。じゃあこのまま向かおう。いやーけどさすがマリオカートやな。このアトラクションさ、まあまあ回転率はいい方のはずやけど、もうなんせゲストが多いからかなり並ぶわ。それプラスさ、まあ、ここのさアトラクションさ、マジでリピーター多いよね。その影響でも込むよね。お、けどもうそろそろさマリオカート行けるわ。いや今日は200個行くぞ。じゃあね、楽しんできます。はい、じゃあねマリオカートに、ね、乗ってきました。でね、俺のねコイン数はですね185コインでした。うわーね、後半で結構調子良かったけどね、最初の方でちょっとどんくさったよね。それが原因やった。ね、マジでめっちゃ悔しい、めっちゃ悔しいな。でマリオカートも終わったんで次のねアトラクション向かいますわ。いやーそれにしても今日もここえぐい混雑やな。で次ね乗るアトラクションだけどさ、60分待ちです。まあ安定にここやね。よしアドベンチャー。でもまあこれね終わったらね、マリオ系のアトラクションは全制覇ということで、まあ調子いい方じゃないんじゃないですか。いやでもねまだね、ハリーポッターとかミニオンとかのもう超ラストボス級のアトラクション残ってるよね。それ次第。うん、いやでもやっぱりここもすげえ混んでんな。うわーよし、もうパンパンの街ですやん。うん、まあ予想はできてたけどね、このぐらい混んでるって。でもね1個ねいいのはですね、まあ、ここもね街列はね、まあ、室内なんよ。だから暑くないってのはもう天国。あと冬はね寒くないってのも天国やわ。でもそれにしてもさ、もうほぼ2時やで、ね、うん、お前もう朝から何も食ってない。で、今日やけどさ、今さ、ユニバでアーリーパークインじゃないからさ、7時にオープンするときもあるんよ。それを見越したら、マジで5時半ぐらいに着いとこかなと思って。で、今回ですね、そのユニバ付近のね、2カフェに泊まって、もうほぼ始発できたよね、うん、けど、それでもさ、まだまだ全制覇企画大変だよ。で、これほんまにもう過去の中でも一番混んでるんじゃないかな、一番大変な人生やと思うわ。あ、けどさ、普段はね、開いてることが多いヨッシーアドベンチャーのこの外の街列のドアが閉まってるわ。へえ、なかなか珍しいな。で、この階段のとこまで来れたわ。はあ、あとはもうヨッシー乗るだけやね。で、今回はですね、緑ヨッシー乗りました。いやもう最高のヨッシーじゃない、めちゃくちゃええ天気じゃない。うーわー今日最高の任天堂日和やね。まあこのアトラクション全身焼きかかったらもうおなじみの曲やね。画面のね前の皆さんもね、ぜひねこれ一緒に歌ってください。いきますよ。トゥートゥーマーメマメマーメはい、じゃあね、ヨッシーアドベンチャー戻りました。で、これにてマリオ系のアトラクション全制覇しました。めっちゃええ調子。ほんまにもう俺の攻略通りやわ。なんか自分で言うのも恥ずかしいわ。いやでもそれにしても
今日もここすげえにぎわいやな。いや、ドンキーできたらマジどうなんのかな。え、この混雑も和らぐんかな、それとも任天堂ワールドに入れる人数を増やすんかな、どっちやろ、わかんないな。まあいいや。で、まだね、だいたい14時半ぐらいだよね。で、結構ね、余裕ある。今日日曜日変やけど余裕あるわ。で、次はね、エントランスに向かってチャッキーとかで行こうかなと思ってるんですよ。というのもですね、このチャッキーの働きだけどね、夕方ら辺がめっちゃ混むよね。それこそ大体ね、16時から19時台が結構すごい混雑があるんですよ。だから夕方になる前にね、このチャッキーのアトラクションね、終わらしますわ。ああ、めっちゃ順調、最高。いやけどさ、1個言うとしたらさ、この任天堂からエントランスまでバリ遠いよね、ほんまに。いや、だいたいね、普通に歩いて6分ぐらいかかるけどさ、今人が多いからさ、人混み避けながら歩いたらさ、6分以上かかるんよ。あー、まあこれはしょうがないね、ほんまに。あー、で結構さ、歩いてさ、エントランスね、戻ってきました。じゃ今からね、チャッキー向かいますわ。あー、それにしてもさ、ここビバヒルのね、席やけど、もうレストランも満席デーなんやな、今日は。で、着いたで、チャッキー。待ち時間が40分。まあまあまあいいでしょう。あれけど、奥の方来たら30分待ちってなってる。で、このチャッキーでさ、このね、手前と奥に待ち時間のボードがあるんですよ。で、手前の方は40分待ちやったけど、奥の方が30分待ちやったよね。だから手前と奥で待ち時間の表示が違うっていう。なんかこっちの方がホラーって感じがするけどさ、まあ、今どうやらね、30分待ちらしいっすわ。けど30分待ちでもね、もうギュギュ。うん、けどこういうね、チャッキーみたいなね、ホラーメンズアトラクションだから、お化け屋敷系のね、アトラクションですね。マジ回転率がバリいいよね。だから早くね、体験できるからこそね、待ち時間結構短いんですよ。いやけどさ、俺さ、一個言うとしたらさ、もちろんさ、こういう室内型のさ、ホラーメンズアトラクションもいいのはいいけどさ、たまにはね、こういう屋外型のね、このオークスルー型のホラーメイズアトラクション来てほしいなと思って。昔ね、エリア51とかあったじゃないですか、あのバックグラウンドの裏の森を使って、ああいうのがね、また来てほしいな。ほんまに多分みんな思ってるんじゃないかな、これに関したら。で、俺気づいたけどさ、ここのチャッキーのさ、街列さ、謎になんか扇風機っていうかな、風がめっちゃ強い。なんか謎にここめっちゃ涼しいねんけど。こんな上から風送ることある？でもね、チャッキーのね、まあ、館内に入りたいわ。で、ここの館内に入ったらね、まあ、特にね、何のトラブルもなかったらね、早く体験できるんよ。じゃあ今からね、行ってきます。あかんわ、苦手やわ。俺何回も行ってるはずやねん、なんでこんな驚くか分からへんわ。で、次はですね、チェイスオーマンザ・カウスト4で行ってきます。現在80分待ちっていう。いや、これも並ぶな。で、このチェーンソーマンの働く人もですね、なぜかわからんけどさ、なんか16時から大体まあ19時ぐらいまでさ、ちょっと待ち時間長くなる傾向あるんですよ。それこそさ、日によったら100分待ちで超える傾向があるけどさ、まだね、その時間帯は避けたいから、この時間帯に、ね、行きますわ。ああ、チェーンソーマンも人気やな。けどこの働く人だけどさ、大体所要時間が20分ぐらいだよね。で、それプラスさ、1回の後編での収容人数がめちゃくちゃ多いから、回転率がめっちゃいいよね。だからその分さ、表示されてる待ち時間にね、早くね、乗れることが多いね、アトラクションなんですよ。だから実際にはですね、ちょっと早く乗れそうな感じはするけど、まあとりあえずね、どうなるか分かんないから。いやでもさすがね、人気のね、チェーンソーマンやから、シネマ 4D の待ち列びっしり埋まってんで。で、これさ、ちょっとふと見えたけどさ、鬼滅もね、屋根を越える待ち列になってるわ。えぐね、なんか今回のね、鬼滅コラボさ、そんなに混雑してなくて、まあ言うてさ、屋根の下パンパンになるね、待ち列になってたんですよね。けど屋根を越える待ち列ってさ、結構ひそひそと思うわ。いやマジで、いや今日そのぐらい混んでんのか。で、ようやくね、このシネマ 4D の館内に入れる。あー、結構遠かったな。じゃあね、数回目のね、チェーンソーマンね、行ってきます、ね、これで無事ね、チェーンソーマンも終わりました。はい、じゃあね、チェーンソーマンね、行ってきました。あー、チェーンソーマンもね、めっちゃ面白かったな。で、次さ、どうしようかなと思ったんですけども、
まあ、残りハリーポッターとミニオンとあとはジョーズが残ってないけどさ、このミニオンのアトラクションに関してはやっぱ対象がファミリー層なんですよね。だからね、夜に結構ね、すく傾向があるんですよ。というのもね、まあ、夜にやっぱファミリーショーとか、まあ、子連れの方ね、買える傾向があるからさ、まあ、それによって、ちょっとミニオンは夜に行って、今、ジョーズ行こうかなと思って。うん。いや、これ結構ピンチやな、ほんまに。残り数個って言ってるけど、結構やばいぞ。いやー、それにしても今日は、どこもめっちゃ混んどるな。マジすごいぞ、この混雑は。うん。まあ、このままジョーズ向かおうか。で、ジョーズ着いたけど、マジかよこれ今100分待ちっていう。いや正直言ったらさ、このジョーズ100分待ちってえぐいからな。でさすがジョーズの待ち列もね、もうめっちゃ長いとこまで来てるわ。普段ね見ることができないね、こういうね装飾とか見れるんよね。でこれね、隣がねちょっとハリーポッターエリアにつなぐ道やけどね、もうハリーポッターエリアに行き交う人もねこっから見れるっていうなんか面白いな、こっから見んの。で、これ見てみんな、いい感じの夕暮れ、いいね、この景色。ジョーズもね、夕で結構ね、久々やから、また楽しみやな。あでもね、結構夜のジョーズ行きたかったよね、本当は。けどね、まあ、タイミング的にね、この夕方のジョーズだったけど、夜のジョーズもめっちゃ綺麗だから、ぜひね、また体験してください。うわー、けどやっぱりそうなるよな。もうジョーズもね、外の街列になった。まあまあまあそうよね、まあ、ここは絶対通るよね。けどさ、まあ、ジョーズってさ、まあ、1回の乗車で結構な人数が乗るよね。だから1回進んだら一気に前に進むんですよ。でまた止まって一気に前に進んで、また止まってまた一気に前に進むっていう感じですわ。まあまあまあ今回ここまで来たらそんなどうでもいいけどな。ついに長すぎてここの船をぐるっと回る街で来たで。あーやばいな、どうなんのかな今日。マジ全制覇できるか心配やねんけど。今17時半やけどさ、やったね、このジョーズのね屋根下の町列行けた。あーここまででもかなり時間かかった。けどまだまだ時間かかるからな、こっから。けどさ、この屋根の下入ったらさ、一気にすくすく進んでもう乗れるわ。じゃあ今からねジョーズね行ってきます。早っ。はい、じゃあね、ジョーズで行ってきました。ジョーズに関してはわりかし久々に乗ったけど、やっぱ楽しかったな。でこの夜とか結構俺乗ってるけどさ、この夕暮れでそんな乗ることないけどさ、この夕暮れの感じがまた良かったからさ、結構夕暮れもジョーズおすすめやわ。で次やけどさ、バイオのさアトラクションの整理券取ってるからさ、それ行くけどさ、それ一応18時やのよね。けどまあバイオってちょっと早くね体験できるから、ワンチャン行ける可能性があるから、ちょっとバイオ向かうわ。でバイオがあるね、ルイーズ横ね向かいますわ。果たして行けるか行けないのか、どっちなのか。あーけどやっぱこの夜のねニューヨークエリアの様子はいいよね。いやほんまにアメリカ来た気分になれる。まあそんなことは置いといて、バイオ行ってきますわ。今ね17時46分で、僕ね18時10分のね整理券持ってるけどね、なんと行きました。えこれ何分前から行けんのかな。でもとりあえず2分前から行けんのかな、これ。あー最高バイオ、行ってきます。いやー超順調よ。でバイオもね所要時間5分やからね、すぐに体験終わるし、俺もうバイオ何回も行ったからな、これ面白い食事券ほんまに。こっちよ、みんな捨てて。しぶといやつだな。よし、そのまま進んで脱出するんだ。いやめっちゃ濡れたで。え多分これさ、かかる水の量増えてるわ。半端なかったね、ほんまにめっちゃ濡れた。次はね、隣のアトラクションのミニオンはちゃめちゃで行ってくるわ。いやーやっぱバイオってよりかさ、レオンがめっちゃかっこいいな。まあゲームね、俺もねほんまにちょっとだけやってたよ、昔のやつね。あとあれか、バイオハザード RE2 もやったことあるのかな。だからちょっとね、ほんま詳しくはないけど親しみあるけど、やっぱレオンが最高。まあそんな置いといて、
怖いのがミニオン初めてライダーね。待ち時間どうやろう。うわ、ミニオン初めてライダー現在75分待ち。さすがやなあ、けどこのアトラクションもですね、一応ねほんまに夕方ぐらいまでね120分待ちとか入れたんですよ。それに比べたらやっぱこの夜の時間帯ね好きよね。さすが75分待ちやな。もうねグルーさんの家の外の待ち列になってんで半端ない。いやけどすっかりねここのミニオンパークもね夜の景色になってめちゃくちゃ綺麗になってる。いいねこの景色で。まあ結構ね早くねこのねグルーさんの家に、ね、入ることできるわ。普段ねここ入るためにさ1時間ぐらいねかかってる仕事もあるんですよ。それに比べたら全然マシやで今日。もうとりあえずねあのミニオン初めてライドの乗り物の1個がね動かなくなったらしいから表示されてる待ち時間よりかかるよってことです。待ってここに来てこんな大ピンチなことある？ほんまにめちゃくちゃ YouTube のこと考えてくれてるやんいやけどさ言うてさライドちょっと動かないって言ったけどさ結構早く来れたで。ていうのもねミニオン初めてライドって途中でね分かれ道があってそれに案内されるんですよね。でそこまで結構ね時間かかるけどさ早く来れた。いやこれ俺の予想だけどワンチャンミニオン初めてライドのライドシークレット再開したかもしれへんなシークレット再開じゃないやねんって感じだけど、とりあえずなんか再開したような感じがするけどどうなんかな。で今回ですねこのね上のね階段登って上のライド乗るって感じだね。やっぱあれやね、今日見たら混んでる日はこのミニオンはちゃめちゃライドもね、フル稼働してるよね。なんかさ、予想してる以上にさ、早く進んで、ね、はい、じゃあね、ミニオンはちゃめちゃライドね、乗れました。いやこれも、行けて、しかも楽しかったで、いよいよラストやね、ハリーポッターエリア。このね、アトラクションね、終わったらね、前世やけど、まあ、今年のハロウィン期間中はですねまあ、夜になったらですねデスイーターのイベントがあるんですよね。でいつもやったらですね、まあ、この夜の時間帯はハリーポッター関係のアトラクションの持ち時間さ短い傾向があるけど、まあ、今年はねまあまあ長いんですよ。けどまだね比較的に夜の方がおすすめなんですよ。いやけどすっかりさ忘れたけどさこのねミニオンパークからハリーポッターエリア向かう途中にねもうゾンビのエリアがあるよねだからもうゾンビエリア今人混みがすごいんやけどそこ通るって思ったらちょっとねあーってなるよねまあとりあえず今回ね、まあ、ゾンビ見るプランとかじゃないからここのね、まあ、人形ゾンビのエリア抜けてちょっと向かいますわハリーポッターエリア。まああとちょいではあるけどさもう全然気抜けへんからな今の時点でも。いやちょっとこれえぐいわハリーポッターエリアね。ちょっと混みすぎて一方通行なってるっていう。いやこれのヒッポグリフハリーポッタージャーニーちょっとやばいな。まあでも言うて今日のね閉園時間が22時なんよねで、まあ、ちょっとね俺の予想以上にねアトラクション早く乗れてるからさ実に19時半でさそこそこさ普通にハリーポッター関係のアトラクションの待ち時間まだある方なんよね。だから普通に並ぶかもしれへん。で夜のハリーポッターエリアやってきました。いやーやっぱりここのエリアは夜は幻想的でいいよね。うん、右側通行一方通行とかあんねんなハリーポッターエリアに。まあ俺はデスイーターなんかもう感無視してヒッポグリフけどさヒッポグリフ現在90分待ち。まあ普通かな。というのもですね今日さヒッポグリフさなんか朝から夕方ぐらいまでさ100分待ちとか言ってたんよ。でほんまについさっきまでね120分待ちだったよね。そう考えたらね、まあ、30分待ちぐらいね減ってるってことはやっぱ夜来て正解やったわ夜来て正解やったわヒッポグリフ。全然ヒッポグリフの90杯待ちはまだまだマシやで。えこれさもうすぐでハグリッドの家見えるけどさ普段さここもめちゃくちゃ列ができてるんよ。それ全然できてないもんね。これ90分待たへんのちゃう。リアルで言ったらでもさすがねヒッポグリフ
コンフィポグレーってさ、1車両しかないんですよ。その影響で回転率がね、まあ、悪い方なんですよね。だからもう進みがめちゃくちゃ遅いっていう、うん、まあこれはねもうしょうがないからな。でちょっとねわけわからんことが起きてんだけどさ、全く前に進まん。なんかかれこれ10分ぐらい同じ場所いんねんけどそんなことある？だってさ、ここさ曲がってすぐテントみたいなとこあるんですよね。そこの街列抜けたらもうすぐなんよ。なんか止まってるとこあんのかな、ヒッポグリフこの時間帯に。今ちょうどさデスイーターのショーやってるわ。でさ、なんかもう同じ場所にさ20分経ってんねんけど、なんか時止まった、時止まったかな。これマジでどういうことなんかな。ヒップグリフ並んでここまで進まんことないし、もうね進まなすぎてね、街列並んでたけどもう途中でねもう抜ける人が多くなってる。なんかさ、あの同じ場所に止まりすぎてデスイーターのショーを周回しちゃったやんそんなことある？で30分待ってようやくねちょくちょく前に進み出してる。何あったんやこの30分空白の30分と呼ぶべきか。でようやくねこのねテントのね中に入れちゃうわ、まあ、ここの待ち列まで来れたらもうあとちょいやけど、あの多分やけどよさやけどさ、なんかエクスプレスパスの人をさばいてたかなと思うよねそれで一気にねこんな遅くなったんかなと思うよね、うん、でようやくさヒッポグリフ行けるめっちゃ待ったぞ。いやヒッポグリフ行ってきました。いやまさかこの時間帯はエクスプレスパス勢に巻き込まれるとは思わなかったまあしょうがないな。で次はですねもうラスト、ハリーポッターのフォービデンジャーニーね行ってきます。で今のホグワーツのマッピングやけどね、デスイーターバージョンになってるよね。で現在ねここのねハリーポッターフォービデンジャーニーね40分待ちっていう。まあまあまあでも40分って言ってもね、夜のねこのハリポタのジャーニーってさほぼ一瞬で乗れるんよ。だから前なんかさ、なんかほんま同じような30分待ちでもねノンストップで乗れたことがあったんよ。だからそれ考えたら一瞬ちゃうかな。いやーでも無事に受付終了なってなくてこれで終わりやけどさ、全部乗れてよかった。やけどこれ予想通りやわ、すぐホグワーツの中に入れた。じゃあ荷物も預けたんでもうねハリーポッタージャーニーね行ってきます。でハリーポッターホビズンジャーニーね乗ってきました。なんかもう予想通りにさマジ一瞬で乗れたわ。マジここのハリーポッターホビズンジャーニーなんか特にですね、もう夜だったらもう40分待ちとか帰ってもねすぐに乗れちゃうんですよね。だからほんまにね夜はこのハリーポッターのアトラクション行くのがおすすめですわ。でこれで無事ね全てのアトラクションね乗れました。うわーよう行けたな今日も。はい、じゃあ今日はですね10月の3連休といってもう1年間だけでもトップクラスで混んでるハロウィンユニバのねアトラクションね全制覇ねしてきました。でかかった時間なんですけどもなんと12時間37分ねかかりました。いやもう安定に12時間超えるとはな。いやそれこそ12時間で言ったらさ、まあ、このまめちゃんの、まあ、サブチャンネルのゆるっとまめちゃんですけど、まあ、フェリー旅動画上げてるけどさ、このフェリーのね移動時間やで、フェリーの移動時間分かかるんですよマジでだからね関西から九州までフェリーで移動する時間帯でねやっとねアトラクション全部乗れたということでかなり疲れました。でそれこそさ来年になったらねドンキーコングのクレイジートロッコもねオープンしてると思うんですよね。だから来年はですねそのドンキーのアトラクションも含めたね全制覇計画をねしようかなと思ってるんでね、ぜひね引き続きで、ね、応援ねお願いします。あー疲れた。というわけでこの TV ではこれからもねまたこういうね、まあ、いろんな企画をねあげるんでぜひねチャンネル登録できてもかそして通知ボタンお願いします。じゃあバーイ。マック食べよう。